じゃあ並ぶは下二段活用だけど連体形は？正解。よし、あとは大丈夫そうだね。君は賢いから飲み込みが早いよ。そう、お役に立てたならよかった。あ、うん、実家からね。帰ってこいっていう手紙だよ。いやいや、違うよ。家業を継ぐっていうのは卒業してからだよ。この手紙はね、たまの夏休みくらい帰ってこいって、それだけだよ。でもまだ何やら誤解があるようだね。別に親は僕に無理やり家業を継がせる気はないんだよ。学科の勉強も弓道もむしろ応援してくれているんだ。二兎を追う者は一兎も得ずだよ。残念だけど僕はそんなに器用じゃないから。ありがとう。君にそんな悲しそうな顔をさせるのは本意じゃないな。そうだね、もう少し考えてみることにするよ。うん、なぜだろうね。君がそう言ってくれるなら、多少の無茶も簡単にできそうな気がする。君が隣にいてくれさえすれば何でもできそうな気がするんだ。そのまま言葉の意味の通りだよ。今の僕じゃ冗談とかになってしまうかもしれないけど、いつかこの意味を正しくまっすぐに伝えたいなって思ってるよ。あ、ごめんね。残りをささっと片付けちゃおうか。
あ、本当ですね。足跡とかちょっと目立ちます。いつもはもっとピカピカなんですけどね。どうしたんだ、二人して床を見て。掃除が手抜きになってる。けしからん。どういうことだ。そうですよね、木の瀬、お前も含めてだ。掃除は一年の仕事だろ。あ、すいません、今日寝坊してしまって。え、どうしたんだ。子熊が怒られてる。子熊が掃除サボったのか。サボったのではなくて寝坊してしまいました。宮地どうした、いきなり深呼吸なんかして。なんだか嫌な予感がします。よし、練習前に部員全員で雑巾がけをする。マジかよ、そりゃないよ宮地。このクソ暑い中でさらに雑巾がけって。ほら、やっぱりね、僕の嫌な予感が当たってしまいました。僕たち一年のせいで申し訳ありません。気にすんなよ、お互い様だ。俺らも任せっきりになってるからな。それは怒るとこだけど、でもまあたまにはこういうのも悪くない。よっしゃ、一丁やってやりますか。犬飼い、白鳥、遊びじゃないんだ。わかってるよ。でも、いやいややるよりは楽しんだ方が得だろ。そういうこと。先輩方。でも僕早く先輩の射形が見たいんですけど。木の瀬、ごちゃごちゃ言ってないで早く雑巾とバケツを持ってこい。チェ、はーい。そういえば部長はまだなんですか。わかりました。先輩がそう言うなら早く済ましちゃいましょうか。おら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 。にゃー。うわあ！
ちょっと犬飼先輩に白鳥先輩早すぎます。お前は軟弱すぎ。俺たちについてこい、鍛えてやる。そんな、ただの雑巾がけじゃないですか。それは違うぞ、コグマ。雑巾がけは全ての基本動作につながっていてだな。そんな嘘通じませんよ。でも僕も負けません。おい、お前ら遊びじゃないぞ、真面目にやれ。はい。まったく、あいつらは。お前、何笑ってるんだ。早く雑巾を。気にするな。それより、とっとと始めるぞ。返事は短くだ。まったく、お前ってやつは。よし、こんなものか。そうか、俺は普通に雑巾がけをしているつもりなんだが。僕もこの辺りにしよっと。邪魔だ。俺の隣を陣取るな。僕がどこを雑巾がけしたっていいじゃないですか。よっと。おい、気のせい。そこは俺が今から拭こうとしてたんだ。
あ、宮地先輩、そっちは僕が吹きますから。おいおい、何やってるんだあの二人は。雑巾掛けで勝負って小学生かよ。でもあの木の瀬が珍しく真剣だな。雑巾掛けに。宮地、後輩に負けるなよ。犬飼が副部長を応援するなら、木の瀬、副部長を打ち負かせ。二人とも。宮地先輩、そろそろ決着をつけましょうか。決着って、勝手にしろ。お、まさか雑巾レースでもするのか。なんか面白くなってきたぞ。よしよし、今は試合観戦とさせていただきますか。試合って、そんな。小熊もなんだかんだ言って気になるだろう。そりゃまあ気になりますが。だろ、素直になれよ。おっしゃ、俺がスターターを務めてやるよ。二人とも、ここがスタートラインな。一列に並んで、よーいスタートでスタートだ。なんだか盛り上がってるね。しょうがない二人だね。あの二人には弓道でいいライバルになってほしいと思ってるんだけどな。後で注意しておかないとね。でも今は成り行きを見守ってみよう。なんだか面白そうだからね。それで君はどっちの応援をするの？ただ見てるだけじゃつまらないでしょ。たまにはこういうのもいいんじゃないかな。
それじゃあ一緒に見てようか。それにしてもみんな元気だよね。まあ競争でやる気が出るならたまにはこういうのもいいかな。おかげで床もピカピカになるし。では、そろそろレース本番です。司会はこの弓道部2年白鳥がお送りします。解説は弓道部1年小熊が務めさせて、ってこれ必要ですか？当たり前。レースにはつきものだろう。あと応援する方を決めておけよ。そんな。位置について。宮地先輩、勝った方がご褒美に先輩とデートってことで。猪瀬の大胆宣言出ました。さあ今後の展開に期待ですな。すごい展開になりそうですね。でちょっとこれドキドキしますね。よーいスタート。木之瀬君は相変わらずだね。木之瀬ゴール。これで先輩とデートする権利は僕のものですね。木之瀬君、彼女は僕とデートするからダメだよ。部長。なんとここでまさかのダークホース。このような事態になるなんて誰が予想していただろうか。これは目が離せない展開になってきましたね。先輩、冗談ですよね。そんなわけありませんよね。さっき二人でいるときに約束したんだ。だから彼女とデートする権利は僕にあることになる。そうなのか。でも僕宮地先輩に勝ちましたよ。木之瀬君、僕の話を聞いてなかったのかな。いつもの部長とはどこか違う妙な圧力が。チェ、部長には勝てません。さあみんなのおかげで床もピカピカになったことだし、そろそろ練習を始めようか。でも木之瀬、練習するぞ。宮地先輩は気にならないんですか？
いいから。ほら、お前たちも。おう。分かった。はい。掃除用具を片付けたら練習を再開させるぞ。いつまでもぼさっと突っ立ってるなよ。